紙刑とは、活版印刷で原版の複製を作るための紙製の鋳型である。組み上げた印面の上に、溶けた鉛の温度に耐えうる特殊な紙を乗せ、加熱、加圧して作る。この死刑を円盤鋳造機の鋳型にセットし、一溶かした鉛合金を注いで円盤を作り、印刷用の盤とする。盤を重ねる場合は、死刑から新しい円盤を作る。また、 死刑をたわめた状態で湯を注ぐことで局面の円盤が形成できる。これは臨転印刷機用に使用される。死刑の利用には以下のような利点がある。組み上げた活版そのものは対す理性が高くなく数千枚を印刷すると摩耗してしまう。一方、複製した版を使うことで大部数の印刷を行うことができる。 金属活字を組んだ板は極めて重いため、重版の時まで、これを保存することは大変な負担であり、一般的には不可能と言える。その点、死刑ならば軽くて薄いので、棚などに収めることができる。臨転器用の湾曲した板を作るには、かつては活字をくさびで固定するなどしていたが、活字の脱落などのトラブルが絶えなかった。 しかし、死刑の導入により一枚版で管理しやすい丸円版が作成可能になった。死刑の登場前には17世紀末から粘土を用いて活字の目型を得る方法が試されていたようである。18世紀には石膏型とする方法がいくつか、考案、特許出願され、そのうち一つはスタンホープに売却され、彼の下で研究され、 一定の普及を見た。紙による、型取りの発明は19世紀のフランス人、ジムを待たねばならなかった。当時は専用のブラシで叩いた上で圧作することで、型を取っていた。死刑から型取りする場合、印刷に使われるのは、活版の複製の複製となるため、活版でそのまま吸ったものの方が印字の精密さは、ますある。また、 鉛活字は加熱すると縮む性質があり、死刑もまた加熱によって縮むので、わずかではあるが原板より、サイズが小さくなる。この差は、板を重ねるごとに増大していくので、次第に目立つようになる。誤植などを訂正する場合、死刑そのものは訂正できないので、円板にした上で、訂正箇所を切り取って正しく組み判したものをはめ込む。これを、 増眼訂正という、一時増眼、一向増眼などがある。誤色がなくとも、奥付けの発行日などは増眼訂正によることが多いので、番を重ねた書物を見ると、活字の縮み、具合を観察できる。印刷、特に活版印刷について扱う解説書を見ると、死刑の利用については2種類のスタンスが見られる。一方は、 大量にするときは死刑を取って複製するとする立場で、他方は部数が少ないときは原版釣りを行うと記述する立場である。概ねこれらは、それぞれの執筆者が、どのような編集、印刷の現場を経験してきたかを反映していると言える。ありがとうございます。